ハルコタンは灰の巫女スクナ姫が出てきたおかげで落ち着いたね。まあ彼女は眠っちゃって特に何もしていないようだから膠着状態だけど、今のうちにこっちはこっちでできることをやっておこう。できること？最近になって現れた惑星ウォパルの新しい地域、そこの調査さ。徹底的に調査してルーサーの研究データや記録をサルベージしてくるんだ。使えるものは何でも使わないと。ダブルについてのデータがあるかもしれないしね。わかった、任せて。待ちなさい、マトイ。な、何かな、ソラ。マトイ、あなた検査サボってるでしょ。行く。やっぱり最近情報更新されてなかったし、なんか変だと思ったのよ。なんでサラがそんなのチェックしてるの？なんででもいいでしょ。ほら、さっさとフィリアのところに行って検査受けてきなさい。あとクラリッサのメンテナンスも忘れずにやっておきなさいよ。あ、私もクラリッサも大丈夫だよ、まだまだいける。はい、ごめんなさい。わかりました、行ってきます。まったく、もうちょっと自分の武器も体も大事にしてもらいたいものよ。マトイにはやけに過保護だね、サラ。いつもなら私には関係ないとか言いそうなものに常にマトイの状態をモニターしてるあんたには言われたくないわよ。それに関係ないなんて言えるわけないでしょ。一緒やないんやな。誰がおっかない姉ちゃんだって？姉ちゃんおったんかい。まったく、人が聞いてないと思って好き勝手言ってくれるわね。姉ちゃん、今日はおとなしいな。前やったらギャーッと攻撃してきたやろ。しばらく見えへんうちに服も変えて。どんなした？おー、この格好？ゼナが戻ってきたから、もう私が無理する必要ないし。ハンターも結構楽しかったけど、私はやっぱりフォースが一番しっくりくるわね。まあ似合ってはいるけど、なんか物足りん感じやな。物足りないって何がいい？
こう姉ちゃんのうちに秘められた凶暴さというかおっかなさというかそういうものを感じさせる要素が。うわあ危な。し、避けたか。結局やっとることは前と何も変わっとらんやないかい。恋人帰ってきてくれたんなら少しぐらいおしとやかになっとけ。恋人じゃないわよ。まだんなこと言っとるんか。調べにくいこともある。ここウォーパルならなおさらだ。なので今回は私がマリアさんの付き人というわけです。いい迷惑ですよ。まったく。うるさいよカスラ、口より手を動かしな。それでサラについて何か聞きたかったんじゃないのか。まといの関係？そんなの私は知らないよ。本人に聞きな。本人に。私に話せるのはあの子とシャオが出会うまでに何があったのかぐらいだよ。一言で言ってしまえばあの子もルーサーの被害者さ。ルーサーはあの子の体を使って様々な実験やデータを取っていた。いわゆる人体実験だ。なんでサラが選ばれたのかは私は知らないよ。研究内容にあまりにもムカムカしてあの子を助け出す時に全部ぶっ壊してしまったからね。サラさんが目をつけられた理由、それはクラリッサを持ったからです。なんだいカスラ、あんたも関わってたのかい。いやいや、私は関わってませんよ。ですからそんな健能な気をこっちに向けないでください。ちょうど今見つかったんです。マリアさんがぶっ壊してしまった研究のデータ、その一部がね。サラさんの詳細情報欄には10年前に伯爵クラリッサを一時譲渡された検体とあります。つまりルーサーはクラリッサのデータを求めて彼女を利用したのでしょうね。そこから伯爵クラリッサは模倣され、拝爵クラリッサ2が作られた。そしてそれを持つにふさわしい体も。マリアさん、貴重な設備を壊さないでもらえます？いやー、悪い、手が滑った。どう滑らせたら武器が飛んでくるんですか。まったく。あなたたち師弟は口とは裏腹に過保護すぎると思いますよ。はい。
今よ。緊急連絡、はい。はい、今よ。そこ。Emergency! Cold! Attack! やっぱり来たな。待ってたで。この急に出てきたようわからん遺跡、俺もよう知らん場所でな。みんな気味悪がっとるんや。だからここは一つあんたらの調査に協力して秘密解き明かしたろうって考えたっつうわけや。ああ君って、なんであんたもいるのよ。相も変わらずご挨拶やな、姉ちゃん。そっちのお兄ちゃんは？あんた、カブラカンだろ。俺はゼロ、よろしくな。エコーから話は聞いてるぜ。大変だっただろう、こいつの相手は。ねえ、兄ちゃんもこの姉ちゃんに苦労してる口か。でもまあそんな期間付き合えるもんやな。まあ腐れ縁というか、なんというか、ほっとけなくてな。なんかその気持ちはよくわかる気がするで。うわはっ、せや兄ちゃん、調査に来たんやろ。そうだな、調査しないとな。よっしゃ、俺が案内したる。こっちや、ついてこい。頼もしいじゃねえか、カブラカン。よっしゃ、行こうぜ。ああ、ちょっと二人とも、あたしを置いて行かないでよ。伯爵クラリッサを一時譲渡された。それってつまりサラは。でもそんな記憶サラの中にはなかったのに。そりゃそうよ、私忘れてたんだもん。サラ、思い出したきっかけは半年前、お姉ちゃんじゃなくてまといに会ってから。そこからちょっとずつ少しずつ思い出していったのよ。本当に少しだけどね。10年前、私は2代目から借りたクラリッサをあなたに託した。私が覚えてるのはそこまで。次に思い出せる記憶はマリアとシャオに助けられた後。どこから助け出されたかも覚えてない。まあ忘れたくなるぐらいに辛いことがあったんじゃないかしら。髪の毛だって真っ白になっちゃったし、テクニックも使えなくなったしね。でもね、あれがあったからこそ今の私があるのよ。戦う力も得られたし、仲間もいる。だから私は何も後悔してない。そこんとこ勘違いしないでね。
特にシャオ、私とあんたはつながってるんだから、何考えてるかも大体筒抜けよ。食材とか懺悔とか、もし口に出して言ってみなさい。ぶっ飛ばしてやるから。やれやれ、あの死にしてあの弟子ありだね。から出てきた海洋種だっての。絶対絶命の私たち、果たして運命やいかに。続く。続かないよ。あ、こんにちは、ティアです。いや、海岸調べて海底調べて、もうさすがに調べるところないだろうって思ってたら続いたね。新たに出現とはさすがの私も予想外。海岸にあった残骸、海底の施設、そして今回の遺跡、どれも遥か昔にフォトナーが作ったものなんだって。その後遺棄された施設をルーサーが利用していたみたい。それにしてもフォトナーはさ、なんでこんなの作ったんだろう。それは誰にもわからない。ルーサーも本来とは違う使い方をしていたみたいだし。もう遺跡の作りはなんだか楽しげ、水だらけで穏やかな惑星だから。あ、ピーンときた。ズバリフォトナーは自分たち専用の遊び場を作ろうとしてたんだよ。はい、遊び場？だってこんな気持ちのいい気候と水でいっぱいの惑星だよ。遊びたくなるのが人情ってものでしょ。当たらずとも遠からずかも。フォトナーはそのぐらい好き勝手にやってたって資料にあったし。娯楽や息抜きは必要不可欠。そこにアークスもフォトナーも関係ない。ないから、私たちも息抜きのため泳いだり遊んだりしちゃうってのはダメ。
こんにちは。奇遇ですね、こんなところで。僕はちょっと自主的に調査していることがありまして、ここなら、あるいはって。残念だけど、ここにもあんたが望んでいるような情報はないみたいだよ、テオドール。マリアさん、僕が望んでいる情報をご存知なんですか？大方、デューマンからニューマンに戻るための方法とかだろ。そんなの目を見てわかるよ。いいじゃないか、デューマン。死ぬわけでもないんだし、能力も高い。一体何が不満なんだ？ウルクが時々寂しそうに僕を見るんですよ。僕がニューマンの時には見せなかったような顔で。アークスのえぐい真実を知っても顔色一つ変えなかったあのジョーちゃんがね。それにほら、僕は他のデューマンの人とは違う後天的な存在ですから。やっぱりそのみんな不気味なんじゃないかなって。その後ろ向きさを見切ってるんだね、あの嬢ちゃんは。おい、テオドール、キャストがどうやって生まれてるか知ってるかい？それは生まれつき体の弱い子を生き残らせるために。あんたバカか。フォトナーがその程度の理由で新しい種族を作るわけないだろう。確かに体の弱いやつのために利用することもあるだろうが、それも才能があればこそだ。基本的には生来のフォトンの際に体が耐えきれないやつがキャストになってるんだよ。アークスが遺伝子レベルで体をいじくり回されてるのは周知の事実。時々っていうか結構な割合でとんでもない才能を持った子供も生まれてきてたんだよ。その才能が強すぎて体の方が持ちそうにないって子供もたくさんね。だから肉体が耐えきれないと分かった時点で機械の体に移し替えて才能を効率的に利用する。肉体を移し替えることで多少才能の減衰はあっても戦力になるのならそれでよし。それがキャストの始まりだ。わかるだろ。これだってやってるのは後天的な種族変更だ。さてここで質問その2だ。テオドール、あんた私らキャストを不気味に思うかい？いえ、そんなことは全く。ならあんたも同じだ。だからもう気にするんじゃない。あの嬢ちゃんはね、あんたがそんなことでうじうじしてるからずっと心配してるんだよ。そんなくだらないことを気にしてる暇があるならあの嬢ちゃんのそばにいてやりな。体がどれだけ強かろうが才能がどれだけあろうが結局のところ心が一番重要なんだ。分かったね。分かったなら駆け足で戻る。ああいううじうじとしてて女心を返さないやつ見てるとどうしても説教したくなるね。私の知る最大最強の極年人に比べればまだまだ全然マシってところだけど。誰のことかって、さてね、それはあんたの想像にお任せするよ。
協力してくれないかな。今からここに来ることをちょっと話してるだけでいいからよろしくね。あなたどうしたの？こんなところで。私はちょっと人に呼び出されたんだけど。おい、アザナミ、一体どこに連れて行くつもりだ？行けばわかる、行けばわかる。さ、ご対面。まったく、なんだというのだ。俺のことが嫌いなのは構わない。それはお前の自由だ。ただ聞かせてくれ。俺はお前に何か悪いことをしてしまったのか？いや、そうなんだと思う。俺はそういうのに疎いからな。どこかで怒らせていたのだろう。だから謝らせてほしい。そんなことない。違うの。私がただ勝手に勘違いして勝手に避けてただけ。あなたは何も悪くない。謝らなければならないのは私なのに、私に勇気がなくて逃げることしかできなかった。あなたは何も悪くない。謝るべきは私の方。協力してくれてありがとね。ま、これで一件落着でしょ。あとは二人にお任せだね。
ここの調査に来たのだな。私もヒューイと共に調査中だ。黒の民を刺激すると良くないから、なるべくハルコタンに行くなと指示を受けてやむなくな。まあ俺たちの影響力を考えれば仕方のないことだな。うん、決して邪魔者扱いされたわけではない。帰れバカども、邪魔だってカシラにも言われたぞ。気にするな、あいつはひどいやつだからな。聞かれてないよ。あなたたちうるさいわよ。ドワッって、なんだ君か。カスラかと思ったぞ。あのシュウワルメガネと一緒にしないでほしいわね。私、会ったことないよな。でも、なんでだ？なんか、懐かしい気がする。ごめんなさい、私、用事があるから。なあ、ヒューイ、私、あいつに何か悪いことをしてしまったのか？大丈夫だ、クラリス・クレイス。お前も彼女も何も悪くない。ごめんなさい。気にしてないって言ったのは私なのに、情けないわね。そう。あの子は私を元に作られたの。髪の色まで昔のまんまよ。私は、私の不幸ならいくらでも受け止められる。けど、私がいたせいであの子は生まれて苦しんで。そう考えるとちょっとね。あの子は、あの子たちは利用されるためだけに生み出されて、苦しめられて、捨てられて、私がルーサーの還元なんかに行ってしまったから。ジグさん、何かおかしなところない？そうは言われても、わしが見る限り損傷はない。修繕は完璧のはずじゃ。でも、なんか違うというか、ちょっと戦ってみてわかったんだけど、こう、感覚が違ってて。言いたいことはわかる。今のクラリッサからは底知れない力のようなものを感じん。以前修繕した時ともまた違う。あの時は力が目覚めていなかった。今回は失われたというべきか。どういう表現が正しいのかわからんが、何にせよ以前のような力はなさそうじゃ。そっか。
声だろう。それはおそらくシオンがいなくなったからだろう。創世記はマザーシップより力の供与を受け、驚異的な性能を発揮していた武器だ。マザーシップのシオンの力を失い、今は全ての創世記が能力を落としている。まあ確かにもう、あの程度の性能でよければわしにでも作れることじゃ。マザーシップの力なしで使った世の果ては壊れてしまった。それもただの一度の使用で。創世記にはそれだけマザーシップのシオンの力が重要だったということだ。それにクラリッサについては我々の持つ創世記とルーツすらも異なる。形が残ったことがすでに奇跡だ。おそらくその力元には戻るまい。じゃあこのクラリッサはシオンさんの形見みたいなものなんだね。そうだな。してレディアス、わざわざ来たということは例の話がまとまったのか。さあ、そうだジム、シャオの許可は得た。新たな創世記の制作を依頼する。さあ、簡単に言ってくれるの。だが刀匠としてその依頼受けない理由はない。ああそうじゃ、よければそのクラリッサももう一度修繕してみるか。仕組みを作り変えれば以前とまではいかずとも近い力を取り戻せるやもしれん。ありがとうジグさん。でも私はこのままでいいや。このクラリッサと一緒にいる。どうも。ウルクは今アークスシップ内の設備改良について相談に行ってます。そろそろ戻ってくるとは思いますが、多分その後もすぐにどこかへ飛び出していっちゃうと思いますよ。何せ今の彼女は水を得た魚のように生き生きしてますからね。何何、二人とも私の話？でもごめん、次の予定も決まってて資料整理とかしなきゃいけないの。そう言うと思って、資料はもう整理しておいたよ。医療チームの稼働状況についてでしょ。お、さすが察しがいいね、ペオ。福利厚生をきちんとするのも重要だけど、それを支えるチームのフォローもしっかりやらないと。だからね。そうやってみんなのために頑張るのはいいけど、過労とかになったらどうするの？過労か。テオやあなたは今の私が倒れそうって思う？まあ実は僕も同じ意見なんですけど。ならまだ大丈夫でしょ。確かに私はちょっと無理しちゃうことが多いけど、テオが大丈夫と思うなら大丈夫だよ。逆に二人が危ないって思ったら私もしっかり休むからさ。それまでは頑張らせてほしいかな。だからテオもあなたも私のことちゃんと見ててよね。
こんにちは。深淵なる闇という存在を甘く見すぎている。とはいえ、形のない存在を恐れろというのも難しい。かつての私もそうだった。だが貴様も間もなく思い知る。深淵なる闇復活の予兆を。世界の侵食が始まっているということをな。サラ、あの二人の間に流れる微妙な空気を消し飛ばしたい。あの二人がどういう関係かなど俺は知らん。知りたくもない。ぶっちゃけ興味もない。だがああいう風になんとなく気まずい空気はダメだ。あれは何も生み出さない。だから君も協力してくれ。最悪それでもいい。互いに嫌い合うだけでも意味はある。ただ無関心は良くない。無視されると俺でも泣く。
が、性格を考えると、サラはクラリス・クレイスに対し努めて無関心でいようとするだろう。でも、俺はなるべくあの二人に仲良くなってほしい。分かってくれるよな。よし、では無理やりにでも仲良し大作戦開始といこうではないか。根回し、連絡、その他諸々は俺に任せておけ。呼ばれてたの？こっちはいきなりマリアから通信連絡よ。任務だ、拒否権はないって。詳細聞いても行けばわかるとしか言わないし、何様のつもりかしら。ま、あなたと一緒なら文句ないわ。さ、早く調査に。それに、なんで貴様たちが？クラリス・クレイス。ん？ヒューイから通信？なんだ？クラリス・クレイス。お前がこの通信を聞いてるということは、そこに俺はいないのだと思う。当たり前でしょ、バカ。に武器向けてくれんなや。心臓止まるかと思ったで、ほんま。あの姉ちゃんといい、あんたの知り合い、こんなばっかやな。まあええわ。あのやたら暑苦しい兄ちゃんに頼まれたからな、案内したる。
さ、行くで。こっちやこっち。あなた一人に任せて私は帰りたいところだけど、拒否権はないって言われたしね。仕方がないわ。さっさと終わらせてしまいましょう。過去を暴くための調査よ。楽しくやれるわけがないでしょう。そういうてもな、調査やなんやらやってもわかんのは結託そ悪いことばっかやろ。なことに気持ち引っ張られるより楽しくやってた方がええやん。あなたは自分のルーツとか気にならないの？この惑星のこともそうだし、そもそも
どうして私たちと翻訳なしで会話できるのかとか。気になりはするけど、それ知ったところで何の役にも立たんからな。俺らの格言にこういうのがある。後ろ見てビビるな、前見てビビれ。まあエネミーから逃げる時の心構えなんやけどな。ここは弱肉強食の世界、振り返ってる暇もない。前を向いてないとあかんのや。
デン。行きなさい。姉ちゃん、なんかわかったか？
ルーサーの死亡をトリガーにこの設備は解放されたみたいね。時期が完全に一致してるわ。その他にも情報がたくさん。海底の施設よりもこっちをメインに使ってたのかもね。海底で取れた以上の詳細な情報、生物実験のデータなんかも漏れなく残っているわ。もともとオパルに住んでいた原住民の改造実験、合成実験、人工的に知能を植え付ける実験。もしかしてその人工的に知能をってのが俺らのことか？データを見る限りそうみたいね。ごめんなさい。なんで姉ちゃんが謝る。実験した本人ならともかく姉ちゃんがやったわけでもないやろ。俺も別に謝ってほしいなんて全く思ってないしな。喋れて便利やなぐらいやで。理由もなく謝んなよ姉ちゃん。それって結構傷つくんやで。せんでもええ同情されとるみたいでな。あんた結構かっこいいこと言うわね。折れたらあかんで。俺には変わろっつっつ大切なやつがおるからな。冗談も休み休み言いなさい。ん？何かしらこの情報。ずいぶんプロテクトは硬いわね。クラリス・クレイスの生成データ。これ私の生成データだな。でも検体名称サラって。そうだ。体中好き勝手にいじくり回された場所はここだったんだ。おいサラ、貴様がもしかして自分がクローンってところにはショックを受けないのね、あなた。目の前で見たからな。そんなのはとっくに乗り越えた。体内だし混乱もした。今でも辛くないと言えば嘘になるけど、耐えられないほどではない。それより答える。貴様が私のオリジナルなのか。
きなさい。私はいろんな惑星に出撃した時、暴れている時、いつも視線を感じていた。周囲のものとも違う。私のことを見守るような視線だ。やっとわかったぞ。私にもやっとわかった。あれはサラ、貴様の視線だったんだな。そう、私はずっと見ていた。会わないように見守ってた。私から作り出された、私が作り出してしまったあなたを、自分のしたことを忘れないために、その開口を原動力とするために。開墾だ、笑わせるな。ヒューイがここにいたら貴様絶対にぶっ飛ばされてるぞ。貴様は私のオリジナル、それだけだ。私を生み出したのも利用したのも全部全部ルーサーだ。私はバカで愚か者だ。その無知につけ込まれて、みんなにひどいことをしてしまった。でもヒューイは許してくれた。こいつもだ。他のアークスのみんなはまだわからないけど、だけど私は私を許すことにした。そうしないと私を許してくれたヒューイたちに申し訳が立たない。私は未熟でバカで愚か者だけど、それでもクラリス・クレイスとして生きていこうって決めたんだ。もう私のことを気にするな。クローンもオリジナルも関係ない。私は私、貴様は貴様だ。困ったな。こんな生意気なおチビさんに説教されるなんて思ってなかった。なんだと、貴様大して身長変わらないじゃないか。おい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 、ジョーちゃんたち、姉妹で喧嘩してる場合やないで。姉妹じゃない、私はサラ・クラリス・クレイスだ。We'll be right back.
ごめんなさい、迷惑かけて。本当、私らしくなかったわね。クラリス・グレイス？私はもう、私一人しかいない。私以外のみんなは、もういなくなった。話すことも、できなかった。だからせめて、貴様とは、サラとは、ちゃんと、話をしたい。そうね。私もちゃんと向き合わないと前に進めないわよね。姉妹喧嘩は終わったようやな。訂正するのもめんどくさいから、もうそれでいいわよ。ところで、あの人はどこ行ったの？姉さん、結果としては良かったが、ちょっとスパルタが過ぎたんじゃないか。わざわざ自分から見つけるように仕向けるなんて酷だと思うぜ。あの子だっていつかは向き合わなきゃいけないことさ。だったら早い方がいい。それに誰かの前でならあの子は目いっぱい強がるからね。私に言わせてみれば、あんたは過保護すぎるよ、ヒューイ。よく言うぜ、姉さん。戦技大会の時には二人が合わないように根回ししてたんだろう。それに今だってなんだかんだ言いながらも様子を見に来てる。どっちが過保護だろうな。な、まあ勘弁してくれ。私やヒューイがいると素直になりそうもなかったんでね。ああいうのは本人たち自身で気づかせなければ意味がない。黙って見守ってくれてありがとう。もうこれであいつも一人で大丈夫だろう。あれ、ちょっと待って、なんだかあの二人喧嘩始めてないか。何な、カブラカンが吹っ飛ばされた。ナイスキャッチ、ナイスキャッチ。やらへん、死ぬかと思った。ドアホ、和気あいあいと話してたと思ったら服に鼻水べったりついたとかなんとかで喧嘩始めよって、もう、なんなん。頭に血が昇ると周りが見えなくなるところとかそっくりだね。ああ、まったく、そっくりだな。仕方ない、止めに行くよ、ヒューイ。おう、新しいマターボードの準備ができたよ。これを受け取ってほしい。いつも君頼りで申し訳ないけど、よろしく頼むね。